In the wilderness. You'll find out when I get soon enough. You're gonna look into some mayor session? Yeah, I'll be on that. Alright. Thank you.
Thank you.
何も書いてない。もう提案した時に何かを書いて。書いてある。私が書いたやつも書いてある。読み上げてみてください。外で2分間散歩する。じゃあ、2分かかるために誰か入校してください。はい、私やります。あ、でも誰かもいいか。一緒に散歩してくれる人。期待していますか。じゃあ、いいですか。じゃあ、一緒に散歩しに行きましょう。書いたのに行かない。ちょっと面白いなと思ってます。ありがとうございます。そんなこと話してるうちにもう1分経ってしまいますね。早い。そうですね、意外と2分って短いですね。そうですね。あ、でもすごい、めっちゃ正確に測ってる。お前らにお前パッとラシルってある。すごい、ありがとうございます。全部お願いして。
テトラポッドとかに打ち寄せるこう波ってなんかすごく荒れ狂ってるんですけど、でもそれは打ち寄せるまでは何かすごく柔らかい感じでこっちに向かってくるんですよ。だから何か一気にそれがパパンってこう打ち寄せるときにすごいエネルギーになるのがなんかとても印象的だったんですね。でなんかそれを感じたのは海じゃなくて琵琶湖だったんですけど、一応波があるんですよね。あ、湖だったんです、ね、そうなんですよ。だからちょっとそれは面白かったですね。はい、こんな感じでいいですか。はい、積み上げないといけないでした。積み上げてもいいし、床にばらまいてもいいし、消しゴムで消してまた新たなものを描いてもいいです。ばらまいてもいいです。痛いけど、こういうパフォーマンスができて、なんか、いろいろ考えてますけど、強い気持ち、やっと座れたなって感じ。ちょっとこの無理をしている感が痛くもある、不思議な感覚です。会場の紙を紙で折り紙をする。会場の紙ちょっと教えますか。ありがとうございます。じゃあ、まあ、四角作ってますね、はい、そしたら、三角にしてください。そうです。で、また畳んで三角にしてください、はいはい、そしたらこの状態にして、ね、はい、折り畳む、で、箸をこう裏返す、裏返す、この、はい、飛び出ているのをこう立てて、はい、また同じように前の部屋の望遠が そしたら、これを持って、はい、袋になっているから、これを細長くこのようにこう折りたたんで、何なの、そしたらじゃあこれをこの1枚パタッと、はい、で
枕も同じように立たせて、まあ、この状態にする。あ、そしたらこの繋がってる方を繋がっていけば、閉じてる方で内側に一つ。そしたら、はい。で、この今閉じてるところを開いてで、逆にこの細いところが、中に、内側に挟まるように。こんな感じ。はい、そうです。そしたらこの、これを持って開く。で、内側がこの風船のようになるので、はい、まあ、真ん中押してやって広げてやる。で、この尖っている方のどちらかをこのように、そう、折ると、で、これで折り紙です。すごい。ありがとうございます。はい。いいですね。何しとけてたんだ。ロープで曖昧に遊ぶ。ロープで曖昧に遊ぶ。がひどい。わー、すごい。あんまり曖昧じゃない。曖昧ってなんか。掃除機をかける。崩す覚悟でいきます。なんだか。おお、めっちゃ綺麗だ。ベースが遅い。遅いじゃん。並べる前にみんなであらかた書いてから並べちゃいます。それでもいいですね。そうですね。ここ。パフォーマーがポーズを取り、
リンゴを4つ以上乗せられる。ケーキを手で掴んでパフォーマーに食べさせる。ケーキはこの状態になるって思わない。肉まんかよ。肉まんだよ。素直に、素直に乗せるか、崩すか。崩して犯人。衛生概念があったんですよ。衛生概念がもうないじゃん。いいことは。ここいいことは。終了っていう文字が息じゃ無理ですね。誰か終了のピースを取ったな。パフォーマンスを終了させる。はい、じゃあ終わりです。今日はお越しいただきありがとうございました。なんかこのプラカードを掲げる人によってなんかメッセージが変わってくる。
We have power.